代表会見で言ってましたね。代表が言っちゃったからしょうがないけど。どれを使ったら損得という話ではなくて、それは我々公党として有権者に大変失礼な話だと思います。まあ、我々が最初に使った略称で、後から立憲さんがですね、後追いでかぶせてこられたんですけども、まあ、それはもう水かけ論ですから、一番危惧するのは加えて我々の立場からすると、もう古い民主党とはもう一線を画すと、テレビ東京の川崎でございます。川崎さん、待ってました。よろしくお願いします、はい。透明と略称の問題についてちょっとお伺いしたくてですね、3日の玉木代表の会見ではですね、特に略称問題に関して、急いでやらなければいけないということで、今立憲民主党とも、新葉幹事長が中心になって、話を進めていらっしゃるというふうにおっしゃっていたんですけれども、現在の進捗状況についてお伺いできますでしょうか。代表会見で言ってましたね、新葉幹事長が水面下でやってるとか言ったね。それ言ったら水面下じゃなくなるよね。代表が言っちゃったからしょうがないけど、それ水面下じゃなくなっちゃったよ。もう水面下でやってるって記者会見で言ったらもう水上だよねそれまあいずれにせよですね、略称問題はこれ健全ではないと思います。両党が同じ略称で、まあ、我々が最初に使った略称で、後から立憲さんがですね、後追いでかぶせてこられたんですけども、それはもう水かけ論ですから、一番危惧するのは、本来有権者が国民民主党に入れたつもりの略称が立憲さん側にカウントされたり、そのまた逆もあるとすると、それは我々公党として有権者に大変失礼な話だと思います。どちらに損か得かではなくて、一人一人の有権者の大切な一票に誠実であるべきだということを考えると、これは何とか両党とも解消しなければなりませんし、加えて我々の立場からすると、もう古い民主党とはもう一線を画すと、我々は新しい道を行くと、そういう覚悟の表れでしっかりと略称問題を考えていきたいというふうに思っています。いずれにせよこの略称問題は、まあ、総務省が関わったり、タイミングの問題であったり、いわんや立憲民主党さんと今残念ながら同じ略称ですから、ここは、まずは選対委員長同士が真摯に話し合っていくべき問題だと思います。何らかの形でいい方向で決着がつくようにしていきたいと思います。どれを使ったら損得という話ではなくて、私は有権者の投票行動に対して真摯に向き合うことを考えると、双方が略称を考え直すという問題が一番フェアかつ誠意のある対応だと思っています。デイリースポーツの杉田と申します、はい、よろしくお願いします。はい、どうも。代表、まあ、選挙が、まあ、常在戦場でもしかしたらという話されてましたけれども、以前から透明と略称をどうするかというような、まあ、議論して、はい、するという話されてます。その後何か進展みたいなのありましたでしょうか、教えてください。はい、まず急いでやらなければいけないのが略称問題で、これはですね、引き継ぎ水面下で、立憲民主党さんも同時に変えるということが必要だと思いますので、新葉幹事長を中心に、立憲とはですね、選挙後も、こうした協議を内々行っております。で、党名についてはどこかの段階で所属議員や、地方議員、党員サポーターに意見を聞く場をですね、設けたいというふうに思っております。今週の金曜日に地方には政策について、先ほど申し上げた経済対策についての意見を聞く場を設けますので、まあ、早ければそういった場も通じながら地方の声も聞きつつ、略称透明どうしていくのか、早急に方針を出していきたいと思います。スケジュール感がちょっと私分からないんですけれども、その、まあ、衆院選、まあ、年内あるとして、それには間に合うそうな感じですか、それともちょっと間に合わないみたいな感じですか。略称問題は少なくとも間に合わせなければいけないと思っています。分かりました、はい、ありがとうございます。はい。